アッセンブル、こんにちは、どうも、エルライトです。はい、今日もね、ランク戦やっていくんですけど、ランク戦ね、またね、リセットがかかりまして、階級とかは一緒なんですけど、まあ、勝敗とか、あと、ランクもね、今、ゴールドランク2まで上がってはきたんですけど、まあ、3試合ちょっと消化してきました。で、今日もね、2試合ぐらいやろうかなと思ってます。まあね、1試合目やっていきたいと思うんですけども、まあゴールドランクからプラチナランクに上がりたいは上がりたいんですけど、まあスローペースでいいかなと、もう動画撮りながらでいいかなと思ってるんで、今日からねプラチナランク上がるまではほとんど動画撮影しようかなと思ってます。まあそのね模様というか試合の様子を見て楽しんでねいただけたらなと思います。まあ目標はやっぱりね負けなしでプラチナランクに上がりたいですよね。うん。いつもね、1回か2回ぐらい負けちゃうんですよね。負けてプラチナに上がっちゃうんで、うん、無敗でね、なんとか。無敗でね、上がったことあるのって多分1回ぐらいしかないんですよね。なんでね、もう一度、ちょっと、無敗を目指して、やっていきたいなと思います。さあ、バッティングの方、調子良さそうですか？うん。さっきまでね3試合ぐらい動画撮影なしで普通にやってたんですけど全然打てなくてね。うん、まあでもだんだん調子は上がってきてるんで多分大丈夫だと思うけどね。うん、もうコールドするぐらいの気持ちで打ちたいんだけども、さあどうでしょうか。はい、オッケー、ナイスバッティング、よしよしよし。まあ3試合ちょっと目慣らしやってきたんで、うん、さっきまでよりか見えてきたかな。さっきまではね、なんか全然打球が飛ばなかったっすね。で、僕の良くないところはこうやってね、ワンアウト取られたらすぐ2アウト、3アウトって風にやっちゃうんで、ここね、大事にして打ち直したい。よし、これいったやろ。オッケー、ナイスバッティング。はい、結局ね、コールドできなかったですね。まあ、いい打球はね、飛んだんですけど、ちょっと全部正面みたいな当たりでね、ちょっと運がなかったですね。まあね、打率も大事っちゃ大事なんですけど、今はね、勝敗の方が大事かなと思ってるんで、勝てればまあ、いいかなって感じです。取って。おー、ナイスキャッチ。さあ、2アウト。ラスト1アウト取りたいんですが、ここね、引っ張ってくれるとありがたいけど、どうでしょう。あー、オッケーオッケーオッケー。このね、アウトコース引っ張る人には、まあ、アウトコース投げとけば、ゴロになってくれたりするんで、うん、助かりますけど。さあ、このツーシームボール球よ。オッケー、ナイスボール。あ、やばい。引っ張りじゃない、流された。くそー。まあ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 、ナイスバッティング。うん。まあでも、アウトコース中心でいいかな。大丈夫だと思いますが。あ、やばい。センター前かな、これ。一発出たら同点なんですけども。ちょっと外。これ落ちない方投げてほしい。高いな、これ。危ない危ない。じゃ、ちょっと投げたくなかったんだけど、インコース、これ多分ボール球だったら振ってくれると思う。サードゴロぐらい。あ、オッケー、ナイス、理想的。よっしゃー、ということで、1試合目ありがとうございました。はい、じゃあね、本日ラスト試合、2試合目やっていきたいと思います。まあ、まだね、連勝中ということでね、まあ、負けられないですよね。で、地味にね、この吉野部選手、相手吉野部選手なんですけど、あ、やべ、いやー、これなんですよね。変化量マイナス1をね、巧みに使われましたね、今ね。うん。あんまり好きじゃないですね、変化量マイナス1の方が。ちょっと変化量がね、わかんなくなるんですよね。さあ。OK、ナイス。さて、ブセニッツ選手に変わったんですけど。OK。フォアボール多いな。ボール球先行してるから多分これ入れてくるでしょ。いきまーす、初球ね。はい、OK! という感じで。まあね、配球を読みながら打つっていうのもね、うん、なかなか、このランク帯だったらできるんでね、好きですけども、ナックルカーブ来そう。おー、はいはいはい、当たってるよ。ここね、ツーシームかな。ナックルカーブだったら反応で打とう。ナックルカーブ！オーケー！さあ、もうね、強制でもいいぐらいかな。さあ、どうでしょうか。ツーシーム来るやろ、絶対。さすがに。うん、来るやろね。さてさてさて、次は僕だったらもう一球ツーシーム。あー、ストレートか。うん、早かったね。いや、ボール。オッケー。さあ、
おっと、ここでピッチャーが変わってしまう。誰だ。嘘、宮西。うわ、宮西って呼び捨てしてしまって思わず嫌すぎて。宮西選手ね。宮西選手はね、もう本当苦手だからね。マジか、ランナーいない状況で出してくる。くー、これフォアボールがいいな。ランナー出して、あ、ラッキーラッキー、よし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 。この試合フォアボール3個目だね。よし、オッケー。もうね、2分の1でね振るしかないんですよ、僕嫌いなんで。本当に宮西選手とか外小葉選手みたいに同一方向のね2球種持ちはね本当嫌いですね。わかんないです、どっち投げてるか正直。まあ張ってればね、どっちかに張ってればいいんですけど、もう追い込まれたらほぼ終わりみたいな感じですね。で、宮西選手でストレート投げちゃダメっすよ。うん、さあどっちだ。これね、ちっちゃい方が正解っすけど、僕あえて大きい方狙いますね。あー、ちっちゃい方だった。うん、オッケー、相手さん正解っすね。さあこれね、迷うな、わかんねえな。タイピン出たらほぼほぼ俺打てないからな、宮西選手は。ここね、シンカー来てほしいんだけどね。まあ来ないわな。どっちを狙うか、大きい方。いやー、シンカーここか。ここストレート来そうやけどね。うん、この人の配球からしてストレート、いやー、曲げてくるか。これね、多分ちっちゃい方で来るんですけど、あえて見逃しそう。うんだよね、分かってるんだけどね、なかなかあそこね、ストライクって言われたら厳しいっすね。うわー、マジか、ボール球勝負か、残念。はい、まあね、とりあえず5点取ったんで、まあまあまあ、コールド勝ちかな。うん、ここ0で抑えて勝てればいいんでね。さっきも言ったように勝てればいいから、まあ宮西選手出さないでくれ皆さん、僕は打てない。うん、嫌いです。さあここで詰まらせたい。 OK、 ナイス。で、こういう人相手はね、アウトコースあんま投げない方がいいんすけどね。まあでも一応ね、打てるかちょっと確認してみます。はい、え、うまっ。いや、今のバッティングの仕方は打率6割ぐらいある人のバッティングやったぞ。今のはうまいな。やっぱり変にアウトコース投げない方がいいっすね。うん、もうインコースでいっか。ちょっと今の打球はね、引いたな。うん、うますぎた。拍手を送りたい。ほっ、ここじゃあ落として、これボールよ、絶対浮くなよ。 OK、 ナイスコース。よし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 。さあ2アウトで、これ2回表回ってくるからな。宮西選手打てるかな。打ちたいけどね、2イニング目はさすがに。うん、ちょっと2回表来たらもうちょっと強制狙うんで、ちょっと黙ってね、やりたいと思います。多分カットになってるかな、2回表は多分ね。はい、よっしゃ、 OK。はい、ということでね、あと1点で強制コールドというところまで来ました。でもね、相手ね、やっぱ諦めてないですね。こういう人大好きですよ僕。あと1点で終わりっていうところでもちゃんとピッチャー交代して最後まで諦めない、そういう人僕はね大好きなんでね。で、僕はストレートしか狙ってません。はい、来ました。はい、ありがとうございました。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。